こんにちは、速稼塾のゴブです。今回からですね、椎木康春シリーズっていうのをねお届けしようかと思います。これはですね、ずっと公開限定でお届けしていた公開限定のワントゥーワンのメッセージですよね。私がよくやるこの一人の人に対して動画でやり取りしていくっていうのをずっと公開限定でやっていたんですけども、今回はですね、今回から一般公開でやっていこうかなと思います。それはですね、この動画をご覧になっている皆さんにも必ず役に立つことだからなんですよ。今までは一人の人に対して椎木康春という彼に対してね送っていたメッセージですけども、これをですね一般公開しながらやっていこうかと思います。ですので内容としては若干ソフトになるかなと思いますね。でもね、椎木康春君にはしっかりと胸に届くメッセージになると思いますという前提でご覧いただければと思います。まず1個目の今日のねテーマはですね、チャンスのつかみ方なんですよ。皆さん、チャンスのつかみ方ご存知ですかね。チャンスっていうのは実はですね、後ろ髪を引くとかね表現がありますよね。チャンスに後ろ髪はないとか言いますけども、全然これ捉え方違ってですね、椎木君が言ってくださったチャンスのつかみ方も確かに正解の部分が多いですけども、私のチャンスのつかみ方っていうのはおそらくですね、ほとんどの方聞いたことがないことだと思います。でも聞いてみれば当たり前なんですよ。チャンスっていうのはもう縦横無尽、世の中に溢れています。チャンスはですね、今日もチャンスの多い一日を送っていたんですよ。明日もチャンスむちゃくちゃあります。明後日もです。チャンスまみれなんですよ、この世の中は。ね、でもなんでそれが見えないのか、見えてもつかめないのか、つかんだつもりで失敗してしまうのか、なんでだと思いますか。これはですね、積み上げてないんですよ。すごくわかりやすい例を言いますね。チャンスっていうのはボールに例えるといろんなところに飛んでるんですよ。低めのボールもあれば高めのボールもあります。で、積み上げている人っていうのはその積み上がったもので、その積み上がったものの上に乗っかるんで、低いボールももちろん取れるんですけども、高いボールも取れるんですよ。積み上げまくった人はもっと高いところも取れます。積み上げてる方っていうのはあんまりいないので、高いボールを取ろうと思ったら積み上げてる人が取りまくりなんですよ。私の場合はアフィリエイトというボールも積み上げました。店舗運営というボールも積み上げました。会社経営ということも積み上げました。セミナー事業も積み上げました、ね、MLM も積み上げました。転売も積み上げました。FX も積み上げました。だから積み上げっぱなしなんで、今言ったアフィリエイトにしても FX にしても高いところに飛んでるチャンスをね全て掴めるんですよ、全て。でも FX 攻略してない方は遥か上空に FX のチャンスが飛んでても届かないでしょ、積み上げてないんで。いや、もっと言ったら上すぎて多分ね飛んでることも気づかないぐらい FX の積み上げがないんですよ。それは同じようにアフィリエイトにしても店舗運営にしても会社として働くにしても同じです。私は介護士を13年やってましたけども、介護士っていうのを積み上げていくと何が起きるかっていうとですね、他の人には来ない依頼が来るんですよ。具体的に言うとですね、私はですね、自分の車を持ち込んで、車でのね有償運送っていうのをやってました。有償運送っていうのは介護をやられてる方でもあんまり聞き慣れないと思いますけども、自分のマイカーで人をお送りしたりとかね、お迎えに行ったりとか、運転してタクシーみたいに人を乗せる事業なんですよ。で、これってのは白タクに近い扱いなんですけども、当時ね特例として私たち介護士はそれをやることが許されていたんですよ。そしてこのね有償運送ってのはかなりギャラがいいんですよ。プラスもう言ってみれば楽なんですよ。ただ運転するだけなんで。で、運転して30分ぐらい送り届けますよね。送り届けるってことは帰りもあるわけですよ。だからその日仕事が安定するんですよね。行ってお送りして数時間過ごしてる間にもう一個そこの地区の介護をやって、そしてお迎えに行った時に帰ってくるということで、一日が送りでもお金になる、向こうでもお金になる、帰ってくる時もお金になるっていうふうなね、三段構えで一日のスケジュールがパシッと余るんですよ。でも介護ってものを積み重ねていない、もしくは私みたいに積み重ねをしていないと有償運送にありつくこともできないですし、有償運送を組み合わせてそこで大きな収入を得ていくってこともできないんですよね。ちょっとね、気を悪くされたら申し訳ないんですけども、自転車でしか介護をできない、訪問介護で言うとですね、訪問介護しかできない人って近所の仕事しか受けられないんですよ。でも私はですね、3時間向こうの仕事もやったんですよ。交通費はもちろん出ません出ませんけども、そこは工夫していくんですよ。3時間向こうの仕事をするときに早めに出て1時間半行ったところの仕事をやって、さらに1時間半向こうに行くと
行くとすれば、行って帰るまでに1日のスケジュールって埋まるんですよね。そういうふうな要求をサービス提供責任者の方にお願いして組んでもらうってことを、私一般労働者の方からやっていけば、それを一生懸命組んでくれるんですよ。でもほとんどの、ヘルパーさんっていうのはおそらくですけども、来た仕事をやるだけなんですよ。私そうじゃないと、こういう組み合わせで仕事組んでくれませんかってことを自分のリサーチをもとにですね、サービス提供責任者に地図とともに、それから利用者さんの見込みとともに報告していくんですよ。そうするとそれを一生懸命交渉してつなぎ合わせて、一つの一日のスケジュールをサービス提供責任者が組んでくれるってことになります。どうですかこれは。チャンスのつかみ方っていうのはこういうことなんですよ。極めて現実的にロジカルに積み上げていけばチャンスっていうのはつかめるんですよ。結果私はですね、低いボールも当然つかめると。でも低いボールってのは多くの人が積み上げてないから低いボールに殺到するんですよ。だから私は殺到するところではなくって、どんどん積み上げていって、誰もが手の届かないこの辺の仕事ばっかり取ってるんですよ。だから楽で儲かる仕事になりますよね。つまりチャンスの積み重ね、チャンスのつかみ方っていうのは、いかに積み重ねているかってことなんですよ。ただやるだけではなくって、どんな工夫ができるかなと。前回やった仕事作業以上に、今回は2度目3度目なんで、さらに優れた仕事にならないかなっていうふうに自分で工夫していくんですよね。これが1回やったら1回分進化するってことなんですよ。人生はすべからくこうです。積み重ねれば積み重ねるほど、経験すればするほど上手になっていって、当たり前だと思うんですよ。一つの作業、一つのね、例えば飲食店を経営していても、飲食店の労働者であっても、1日目より2日目よりの方が進化してるはずなんですよ。そうでなくてはなりませんよね。で、3日目にはお客さんの名前を覚えてるんですよ。4日目にはお客さんと一緒に飲みに行くんですよ。そういうふうにしてお客さんとの距離を縮めるだけではないんですけども、たくさんの理解と見識を得て、どん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 深まっていくのが日々の暮らしであり、そうすると年齢を重ねれば重ねるほど、どんどん自分が楽に認知されて、大きな仕事を任せていただける、そして大きな収入につながるっていうことができるんではないかなと思うんですよ。そういう意味で本当にですね、積み上げていくことがチャンスのつかみ方だというふうに私は思ってるんですよね。ちょっとまとめますけども、チャンスを積み上げていくと、低いボールも取れる、高いボールも取れる、さらに高いボールも目指せるってことになります。でも積み重ねていないと、取れる範囲のボールしか取れないと。しかも積み重ねていない人が多いんで、取れる範囲のボールを取ろうとしている人は山ほどいるってことになりますよね。だから競争が激しいんですよ。積み上げていくと、競争のそもそもないところのボールばかりが飛んでるんで、チャンスが毎日掴めるんですよね。で、こういうふうなイメージで考えていけばいいんじゃないかなと思います。まあ、ですんでね、例えばインドネシア、海外旅行に行きますよね。日本人の海外旅行に行くパーセンテージっていうのは今でもね、25% くらいなんですよ。というか、パスポートを持ってる人数が 25% なんですよ。パスポートを持っていても海外に行かない人いるのを差し引くと、もっと少ないです。ということは、海外旅行の経験があるっていうことを一つ積み上げて、それを利用していくことによって、他の人とは違う発信ができる、もしくは少なくとも他の人とは違う発信に見せることができるんですよ。インドネシアに行った私の見識から考えると、この記事はこういうふうに読み解けますっていうふうな、ね、発信ができます。今で言ったら、インドネシアに行った私から見ると、日本の気候では多分コロナウイルスはこのような拡散をするんではないかなっていうふうな仮説を立てるんですよ。この仮説ってのは別に外れてもいいわけなんですよ。仮説ですからね。外れたら自分の見識はこういうふうに修正した方がいいですねっていうふうな、次の追い打ち記事も書けるんですよね。そういうふうに考えていくと、記事の投稿もどんどん増えていくし、しかもすごく効率的に進むんですよ。あんまり考えなくても作れるってことになります。で、ちょっと話が脱線しますけども、記事に対して自分のコメントを入れるときに、確かにその通りって1行入れるだけでもいいんですよ。もしくはそうなのかな、違うと思うけどな、だけでもいいんですよ。それでシェアすればいいんですよね。で、そうするとその記事に同意したのか、反駁してるのか、まだ迷ってるのかっていう自分の意思はアウトプットすることができるんですよね。あと、慣れてきたらどのようにそう感じるのかってことを書くだけなんですよ。それは慣れてきたらでいいんですよ。ずっと1行で投稿してるとだんだん慣れてくるんで、そうすると記事の量を自分の気持ちのままに増やすことができるというのがね、記事の拡散方法なんですね。記事の量産方法なんですけどね。だからね、そんなに難しいことしてるわけじゃなくて、本当にね、その辺はできることからやっていくんですよ。できることを積み上げていくと、できることが増えていって、いつかすごいね、クオリティの高い記事が書けるようになってるってことです。だから質ってのは量を積み重ねると必ず到達するそうなんですよ。ですんで、まずは1行でもいいから書いてみると、シェアボタンだけでもいいから押してみると、あとは
誰かの記事をシェアして応援してあげるってことを積み重ねるのもいいですよね。まあこれは速稼塾ファイナルのカリキュラムであったわけなんですけどね。そういうふうにしていくのはいかがかなと思います。ちょっと長くなりましたけども、今回はね、2つのことをお話ししていきました。1つはチャンスのつかみ方、2つは記事に対しての考え方ですよね。参考になれば幸いです。それでは、いってらっしゃい。